武蔵野市の井の頭自然文化園で、国内最高齢の像として親しまれてきた花子が死んでから、まもなく1年が経ちます。地元では、花子を偲んで設置された銅像のもとにファンが集うなど、花子の人気は健在です。都民の憩いの場として親しまれている武蔵野市の井の頭自然文化園は、1942年5月17日に開園し、昨日75年目の開園記念日を迎えました。この日もたくさんの親子連れが詰めかけ、動物たちとの触れ合いを楽しんでいました。小さい子連れがちょうどいい規模で来てよかったです。ちょっと吉祥寺でもね、こう離れてるからすごく自然がいっぱいでね、もう来るとね、花子ちゃんって感じでね。この文化園のシンボルとして園と共に歩んできたのが、メスのアジアゾウ、花子です。戦後初めて日本に来たゾウだった花子は、国内最高齢を記録し、長年多くの都民に愛されてきました。しかし去年5月、惜しまれながら69歳でその生涯を閉じました。吉祥寺駅では花子の姿が再び見られるようになりました。それがこちらの銅像です。今月5日、JR 吉祥寺駅前に設置された銅像は、花子の思い出を後世に残したいという地元の声を受けて、全国からの募金で作られました。銅像の原型を手掛けたのは、地元武蔵野市出身の美術家、笛田亜紀さんです。花はもう本当にみんなに触ってもらいたいなっていうのがあったんで、なるべくこう細かく作り込んだり、シワもこう彫り込んだりとか、今後もっとツルツルになっていくとちょっと嬉しいですけどね。幼い頃から花子を見てきたという笛田さん。銅像は50代の元気な花子をモチーフに、前足を上げて挨拶する仕草を再現しました。なんか懐かしいような、ね、ちょっと寂しいような、嬉しいような、なんか昔に帰った感じします。もう2時間ぐらいになるかな。吉祥寺といえばっていう感じだったので、生き続けてほしいです。形は違えど、写真を撮ったり花子の思い出を語ったり、多くの人たちが銅像の前に足を止めます。やっぱ花子ってすごいたくさんの人に愛されてきた像だなっていうのを本当もう一回再認識したっていうか、やっぱ喪失感が自分が考えていた以上にやっぱ大きかったんで、なんかそれが少しでもなんか和らいでもらえたらっていうふうに思います。井の頭自然文化園の花子がいた像舎にも、以前と変わらずたくさんの人が訪れています。園では死んでから1年となる今月26日を前に、献花台と記帳台を設置する予定で、花子への思いを改めて発信していきたいとしています。